3月20日から三重県長島町長島スパーランドで開かれているザ・ロボット博は家族連れでにぎわっています。会場には古いタイプのロボットから最新のエレクトロニクスを応用したものまで様々なロボットが展示されています。カニやフナムシなど動物とそっくりな動きをするメカニマル、ロボットのサーカスもあります。子供たちの人気の的はマイクロマウス。迷路の中に逃げ込んだ犯人を見事に逮捕します。大人の注目を集めたのは医療ロボット。人間がロボットに助けられる時代がもうすぐそこまで来ているようです。